こんにちは、秋葉陣です。ベルリンのホテルに、ホテルというかね、個人から借りたアパートに着きました。マイトレント、そしてアレキサンダー公園でございます。着いたよ、着いた。アレキサンダー公園に着いたよ。ここ廊下なんてあんまり大きな声出しちゃいけないんですけども、それではちょっとお部屋の中を見てみたいと思います。さあ、これがね、結構いい部屋なんですよ。おー、入ってきました。まずこうリビングっていうのかな、中に入るとね、こんな感じですね。もうなんかざっと荷物が散らかっております。これ僕の荷物、今日持ってきたパンツ、これね、立ち入り禁止。もうあれ、カズちゃんがもうここでもう IT 企業のように、はい、修行の作業をしております。もうパソコンがずらずらっと並んで作業場と化しております。ここがね、ちょうどランがあるところなんですね。この部屋から出ちゃうとちょっと弱くなっちゃうような感じです。それからこの隣にね、ここがですね、ベッドルームになってます。部屋がね、天井も高いし、かなりおしゃれな作りになってますよね。いやー、シュ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 ンシュン。で、ここが便所ですね、はい。そしてここがですね、ここなんだっけな、ちょっと入ってみましょうか。トントン。あれ、ここは何ですか。あ、シャワールームだった。もうシャワー浴びてます。あ、失礼いたしました。いや、びっくりしましたね。もうシャワー浴びてると思いませんでしたよ。瀬戸さんがシャワー浴びてました。そのね、奥にもう一個ベッドルームが、こっちはダブルですね。ダブルの、ここがね、雰囲気全然違うんですよ。ちょっと赤を基調にしていたりとかして、すごいおしゃれな感じです。窓の外もね、ここアパートメントだからね、全体的にこうおしゃれな雰囲気が漂ってます。で、空気がね、すごい澄んでて美味しいって感じでね。この奥、シャワールームのね、奥かな、あ、ここか、ここですね。ここがですね、キッチンになってます。ここはあくまでホテルではなくアパートなので、自分たちで自炊をする形になるので、ここでね、お料理したりとか、こっちでお食事したりとかっていうことがね、可能になってます。ここもね、雰囲気最高じゃないですか。すごいいい雰囲気になっております。なんかね、ホテルに泊まらないで、こういうところに泊まって自分たちで自炊したりだとか生活をしてみるっていうのも悪くないですね。ほら、赤ちゃんの泣き声がしてて、やっぱりアパートメントっていう感じがね、すごい漂ってます。だからあんまりバカ騒ぎしちゃうとね、周りの人たちにおそらく迷惑をかけちゃうんですけども、結構ね、いいお部屋ですよ。そしてですね、このね、よいしょよいしょよいしょ、外はね、あのテレビ塔の近くなんですよ。公園が、なんて言ったっけな、アレキサンダーなんとかっていう公園があるんですけど、そこからね、ほんの5分も経たないぐらいのところにあります。だから表がね、すっごいいい景色です。はい、どうですか、このようにですね、街がずらっと広がっております。で、今日はね、いい天気なんですよ。もうね、雲一つない、素晴らしい天気です。さすが晴れ男です。これからベルリンの夜を楽しんでいきたいと思います。ということで、お部屋紹介でした。ではこれからベルリンの街に行ってきます。ではまた。